皆さんこんにちは、フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC の小島真子です。さあ今回はですね、ピッチ上でチームの攻撃を演出するゲームメーカーについて特集したいと思います。先週に引き続いて登場していただくゲストの方とともにサッカーの真髄を語っていただきたいと思います。それでは F ちゃん TV 始まります。 F ちゃん TV、ここからはゲストの方とともにお送りしていきます。今回のゲストは先週に引き続いて山口元博さん、玉野純さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。先週は山口さん、玉野さんとともに J2 特集をお送りしましたが、今回はこちらです。フットボール批評最新号よりゲームメーカーについて特集したいと思います。ゲームメーカーです。はいではですね、少し紙面の方を触れていきたいと思うんですが、まずはガンバ大阪に所属する遠藤保仁選手のインタビューが掲載されています。これですね、じゃん、こちらですね。このインタビューでは主にハリルジャパンの戦術について遠藤選手の見解が示されているんですが、ハリルホジッチ監督が執行する縦に速い攻撃の中で手詰まりになった際にスローダウンするなど方向性を変えることは一人や二人では難しいと語っております。遠藤選手と同じく中盤でご活躍されていた山口さんも試合中にそういった難しさを感じることはありますか？まあやっぱりそれはありましたね。だそれは相手がやっぱりいるんで、ね、相手がそうやってこちらが縦に縦にっていくのを見れば、それは防ごうとするでしょ。でそこを真正面から言っても無理だし、じゃあ違うことをしたりとかっていうのが、まあ、ある意味サッカーでしょ。だから何なんですかね、あまりこうの針がこう触れすぎても良くない、ね、縦に速い速いって全部がっていうのは間違いなく無理、だそれをチームとしてね、その遠藤選手が言ってるように1人2人じゃ無理だし、それだから、まあ、ピッチ内だとやっぱり11人が意思を疎通してやればいいんじゃないかなっていうところなんじゃないですかね。玉野さんは、いやもうそうですね、その例えば元さんだとバルサでいうペップ・グラウディオラの位置も当然できて、そういうプレースタイルにも合わせられて、かつイングランドで縦に速くてフィジカル重視でボールが中盤を通り越してしまうようなサッカーの中でもジラードのようにプレーができてっていう、それに適応できる選手できない選手っていうのが大きく分かれますよね。ただ褒めるけど怖いね、はい、どっちかじゃ監督が変わったら出られなくなるけど、どっちも適応できる選手って世界を見渡してもそんなに多くないので、それ面白いなと思いますけどね。遠藤選手もおそらく多分どちらでも適応ができる選手だと思っていて、実はすごい足元、多分ハリルホジッチさんの政権の下でも全然プレーできるとは思ってます。その他にもですね、エイバルの乾隆史選手のインタビューではスペインで磨かれた戦術眼とインテンシティの真の意味、名古屋グランパスの風間八尋監督のインタビューではパスを受けることの極意を読むことができます。ぜひそちらの方も読んでみてください。それでは続いてはこちらです。山口さん、玉野さんが選ぶ歴代ゲームメーカー5人。はい、ここからは F ちゃん TV オリジナルの企画ということで、主にゲームメーカータイプの選手とコンビを組むことの多かった山口さんと、ゲームメーカーのチャンスメイクから得点を狙っていた玉野さんに優れた歴代ゲームメーカー5人を選んでいただきました。ありがとうございます。それではですね、まずは山口さんセレクションのゲームメーカーを紹介したいと思います。1人目はこの方です。じゃん、七海ひろし選手です。七海選手はどういった理由で選ばれましたか？まあ、長く一緒にやってたのもそうだし、まあやっぱりもう
一番分かりやすかったのかな。だから本当にゲームを作るっていうところで、さっき話した通り、相手がこうやってきてるんであればでこうにやろうとか、あと周りの選手もうまくこうなんつうのかね、生かして生かせることができるしね。本当になんかこうパスなんかも本当にその選手に、まあ、いわゆるそのメッセージが伝わりやすいようなパスとかやったり、もうすごかったですよ、うん。さあ続いては2人目です。2人目はこの方です。じゃん、ラモス・ルイ選手です。ラモス選手はどういった理由で？これはもう本当に、まあ、ちょっと前で言う一昔前のやっぱ10番っていう、ゲームメーカーっていうような人ですよね、まあ、でもラモスさんなんかはそういうプレーもそうだし、そのメンタル面でもね、こう引き締めたり、まあ、いつも怒ってるような感じだけど、まあ、あれもいろいろ多分計算してるとこだしでもそうやって周りを奮い立たせたり、はい、逆に周りをこう盛り立てたりとかってやって、まあ、結構対戦の方が多かったかな。ちょっとだけ鴨さんが代表にちょっと やった時の一番最初の頃に一緒にやらせてもらって面白かった、楽しかった、で最近もね、誰かの引退試合とか、あとなんかこういろんな集まっての一緒にやる機会も多かったんですけど、楽しいですよ、あの人すごいです、では3人目はこの方です。木村和志選手です。木村選手は、まあ、木村和志さんもやっぱラモスさんと同じ代のやっぱり10番、もう片やヴェルディのゲームメーカーの10番、片や、日産の10番で、まあ和志さんの場合は、まあ、ラモスもそうだし代表の10番でね、ずっとやってて、もう圧倒的でしたよ、僕らの時代の。もう見るの面白かったし、フリーキックもすごいし、もうこの2人はすごいです。では4人目になります。まだ生まれてないんじゃないですか？生まれてる？その時生まれてないでしょ。97年生まれ。あなるほどなるほどでは続いては4人目です。この方です。遠藤康人選手です。遠藤選手はだって本に出てるぐらいだから上げた方がいいでしょ、はい、そうそう、そういうわけじゃないですけど、あ、彼らは僕がね、あ、彼が高校卒業して一番入って最初に入ってきた横浜フリーゲスって、まあ、僕一緒にやってて、1年目からやっぱり上手かったですよ。なんかやっぱそのそれでしかもね、あのバルセロナでヘッドコーチやってた レシャクっていう人が来て、そのパスサッカーでちょうどもうヒットして、やっぱ技術もしっかりしてるし、そこからどん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 なんかぐっと伸びていった選手で、ここ最近のやっぱり代表でのゲームメーカーも彼だけでしょう。だから彼がこうやって抜けた後に誰が後釜だってずっと言われてて、結局後釜は多分いない、まあ、独特のリズムになってて面白い選手ですよ、遠藤選手。では続いて最後ですね、5人目はこの方です。中村俊輔選手です。中村選手、まあ、中村選手はどちらかというと、さっき言った木村和志さんとかラモスさんよりの10番っていう感じかな、なんか、やっぱ彼なんかもう左足一本で、まあ、また七海君とはちょっと違うようなイメージもあって、よりもうちょっとゴールに近いところのゲームメイクというか、まあ、今も今年もう非常に調子よくってね、ジュビロで移籍してね、1年目でうまくフィットして、だけど今はちょっとこう黒子に徹してて、自分が中心っていうよりは自分がうまく溶け込んで、その中で自分が自分の良さをこううまく出してるなっていう印象、
一緒にやってみたかったですね。あ、で対戦しかしてないです。あ、そうなんですね、かぶってないですね。そう、かぶってないです。そんな5人になりました、はい。